おはようございます南から来た介護職員です2019年4月1日南の福祉タイムスを始めます朝日新聞デジタルからです中高年引きこもり61万人国が初調査若年層を上回るという見出しで 記事の引用を行います40から64歳の引きこもり状態の人が全国に61.3万人いる。内閣府は29日、そんな推計を公表した。中高年引きこもりの全国規模の数が明らかになるのは初めて。従来引きこもりは青少年・若年期の問題と考えられてきたが、 その長期化、高年齢化が課題となる状況が浮き彫りとなった。内閣府が2015年度に実施した調査で、15から39歳の若年引きこもりは54.1万人と推計された。今回、40から64歳の中高年の引きこもりについて、国レベルで初の調査を実施。 調査方法の一部変更があったため単純比較はできないがその結果に基づく推計数は若年層を上回った。分析に当たった内閣府の北風孝一参事官は想像していた以上に多い。引きこもりは決して若者特有の現象ではないことが分かったと述べた。今回の推計は 引きこもる中高年のこと、高齢の親が孤立する8050問題が、特殊な例ではないことを示すものと言える。また、就職氷河期世代、おおむね、現在の30代後半から40代後半の多くが40代に達したため、中高年の引きこもりが増えているとの指摘もある。調査時期や手法の違いから、 若年と中高年の推計を単純合計はできないとしつつも、北風3時間は、引きこもり総数が100万人以上になるとの見方を示した。今回の調査は、18年12月、無作為抽出した40から64歳の5000人を対象に実施、有効回答65%。その結果、引きこもっていた人の年齢層は、 40代が38.3%、50代が36.2%、60から64歳が25.5%だった。期間は5年以上の長期に及ぶ人が半数を超え、20年以上の人が2割弱を占めた。性別は男性76.6%、女性23.4%で、 男性が多い傾向があった。引きこもり状態にある人の比率は全体の1.45%。この比率から全体状況を推計した。内閣府はこれまで2回15から39歳の引きこもり調査を実施してきた。しかし、引きこもりの長期化傾向が明らかとなり、40代以上を除いた調査では全体像がわからない。 という指摘が当事者団体などから出ていた。それを踏まえ、初めて中高年の調査に踏み切った。引きこもりに詳しい精神科医の斎藤玉木、筑波大教授の話。中高年の引きこもりが社会問題化してこなかったのは、国による調査がなされなかった影響が大きい。全国の自治体や研究者から、 引きこもりの半数が40歳以上という調査結果が次々と出ていたにもかかわらず国は放置してきた。こうした国の姿勢は引きこもりは青少年の問題という先入観を広げることにもつながった。その責任は重い。今回の調査をきっかけに中高年の当事者のニーズを丁寧に汲み取った就労支援に加え、 当事者や経験者らが集まって、緩やかに経験を共有できる居場所を全国に作ることが必要だ。引きこもり。国が用いる定義では、仕事や学校などの社会参加を避けて家にいる状態が半年以上続くことを言う。内閣府調査では、ほとんど自室や家から出ない競技の引きこもりに加え、 趣味の用事の時だけ外出する人も含めた講義の引きこもりを推計している。従来は専業主婦や家事手伝いは一律に引きこもりから除外していたが今回から変更。回答から最近半年間に家族以外との会話がほぼなかったとわかる人は引きこもりに含めている。引用終了です。現代社会における 生活困窮者の問題はさらに多様化しています若い頃から何十年も自宅に引きこもり高齢となった親と同居している人8050問題発達障害や精神障害があるために社会から隔絶されている人実家で子育てをするシングルマザーなど高齢の親が面倒を見るケースも目立ち 不況以外の要因でも表に出てこないだけで想像以上に存在しているのです。年金や貯蓄で老後を暮らす高齢者に現役世代の子供が経済的に依存するケースについては不況や家族関係の変化が背景にあり、高齢者への経済的虐待とみなされる深刻な事例も増えています。いざという時に親に頼るのは構わないが、 それが長期化すると、親にとっても子供にとっても出口がなくなります。日本には、欧米と違って、親と子供が、それぞれ経済的に独立しなくてもいいとする風潮があり、年金など高齢者向けの社会保障制度が、成人後の子供のために利用されています。また、中高年の長期化引きこもりの一つとして、 発達障害が見過ごされていることが関係しており、成人期の発達障害の専門医は少なく、大きな課題になっていることが考えられます。発達障害は、早期の支援や療育で、引きこもりや鬱、つ、不登校などの二次障害を防げる可能性が高いのです。しかし、発達障害に気づいたとしても、年齢が壁になり、 社会で自立するまでの道のりは険しくなります。早期に関わっていれば変わっていたかもしれません。社会生活にソフトランディングする第一歩のためには、周りが早めに気づき、体制を整えることが重要となります。これらの引きこもり問題を支援するために、まず重要なのは、地域の中で孤立する人たちを見つけることで、そこから困っている人たちの立場に立って、 その社会復帰をサポートしていくことです。高齢の親と中高年の息子の引きこもりの問題を別々ではなく世帯の支援として捉え、従来のように個人だけではなくその世帯が抱えている課題を複合的に捉え、家族支援をすることが重要です。あるいは親の介護と育児を同時にしなければならない。 ダブルケアの問題などを世帯全体で捉えていく必要がありますしかし家族による経済的依存は家庭内の問題だけに第三者が立ち入りにくいのが現状となります行政や地域社会が高齢者らの困りごとを吸い上げる工夫失業や引きこもり対策を講じる関係機関との連携も必要となります